丈夫かな。はい、じゃあ通知もいったんで始めましょうか。はい、では、今週も、はい、今週入荷と、あと明日発売の、はい、商品ですね、はい、ステアワイズイースとブラックペーパー、3店舗合同でインスタライブを始めさせていただきます。はい、ちょっと今日はまず見慣れない感じから始まったんですけど、はい、ブラックペーパーからちょっとご紹介をさせていただきます。はい、まずちょっともう僕早速着させていただいております、ループイラとの別注のシリーズでリミテッド、完璧にそのグラフペーパーの、店舗限定で発売になる、シリーズです。で今回珍しく今回春夏のテーマである墨っていうところからちょっと着想を得ました、はい、グラフィックを完全にオリジナルで起こしてます。でちょっと本当に抽象的な、イメージで、すごくこうドーンと分かりやすいかっていうよりはこう何の絵なんだろうとか何の柄なんだろうっていうぐらいの、ちょっとモチーフというかイメージで一回ギューッとこっちに近づいてみます。はい、そうですね。こう墨、習字で使う半紙にこう、水を浸してそこでこう墨絵だったりとかこう字を書く時の筆を置いた時のにじみっていうのをちょっとテーマで、はい、作ってます。でなんかそういうものはなんかディレクターだったり、今回テーマにしていた作家さん曰くこう人でコントロールできるような柄ではないっていう本当に偶発的に生まれるっていう柄を、イメージしてこのようなモチーフにしております。これバックプリントで本当にこう分かり、イメージとしてはすごく抽象的な感じにあえて仕上げてますね。でボディは生成りのお色です。これも習字で使う半紙の色をイメージしてあえて真っ白オフホワイトでちょっと仕上げてます、で、結構毎回出るとこういうの好物の方いるんですけどループミラーとグラフペーパーのグラフィックというかちょっと文字がプリントされてますね、リミテッドエディションっていうのでこことあと後ろにも入るような形になります。はい、で、サイズ展開が1番2番で678cm ちょっとがっちりめで今これ2を着てます。はい、インラインのラグランスウェットとほとんど同じようなサイズ感になりますね。袖付けがこのラグランの肩線がない、本当にベーシック定番でやってる形になります、はい、でちょっとボディ後ろ下がりですかね。横から見ると分かりますけど少し後ろにこう下がってるような、後ろがちょっと若干着丈でいうと長くなっているような形になっております。でいつも通りループイラーのロゴもメスがついて感じです。はい、もう、ちょっと店舗限定なんである程度数は制限あるんですけど、もうインスタ上げた水曜日ぐらいからかなりお問い合わせがやっぱり多くて、多分うちでというかグラフペーパーでほとんどこういうプリントものっていうのをほぼやらないんで、はい、出た時はもう結構みんなそれこそサイズ感とか生地感はもう十分分かっているようなアイテムなんで結構かなりお問い合わせが早いので多いので、これはちょっと週末で明日発売なのでぜひちょっと気になる人は見に来てもらえればと思います。裏肝でしょうかってメールが来てるけど、ループウィラーだとインラインだったら、はい、ループそうですね、普通の裏、いわゆる裏系になります。すみません、ありがとうございます。グッドもう少しグッド近づけるかな。そうですね、通年使える、はい、はい、ですね、柔らかく、はい、肝というよりかはループの、そうですね、はい、通年使えるような感じですね、着れるような感じですね。はい、春秋冬で、個人的にはこういう着なりなんでジーンズとか、はい、ちょっと僕シャカパンツで合わせてますけど今日感じとか本当にスタンダードですけど、すごくいいかなと思いますので、ちょっと気になる方は、サイズもあるんで、はい、早めにぜひ見に来てください。はい、はい、で、リストックをちょっと今回明日発売このスウェットパーカーだけなんで、はい、紹介をさせていただきたいのが、まずミズノが先週発売で、おかげさまで結構、ゴールデンサイズ以外はほぼなくなってしまって、でちょっと8点後っていう大きいサイズ1点とりあえずリストックできたので、はい、これ多分発売して1ヶ月以内ぐらいじゃないと多分こういうクイックな動きが取れないので、ちょっと大きいサイズ欲しかったっていう方がいたらぜひ、はい、本当に1点しかないので、28.5 8.5 ですね、US8.5 ってこと、28.5 ってこと、28.5 センチで、ウェブプロレス自体が結構ワイズ狭いので、皆さん上げて買う方で8、はい、本当は8.5が良かったですみたいな方もいたので、
ちょっとサイズある方は、はい、ちょっと探している方はお早めにぜひ見に来てほしいのと、あと旅ソックスも1個だけリストックしました、はい、あの今期セッタがルックで結構象徴的に使われてるんですけど、そのセッタ自体は4月のリリース予定で、まあ、なんかそれに伴ってこう2ヶ月ぐらい早く先に旅ソックス入ってきてたんですけど、はい、あのそれがちょっと早々に完売してしまって、今回1個だけとりあえずリストックできたんで、ブラックですね、はい、リストック、はい、旅なんでこう2つに郵便どころ分かれてて、まあ、セッタにもそうですし、まあ、ブーツとかも合わせるような感じで、サイズ25から28なんで、まあ、メンズサイズになりますね。はい、で、グラフペーパーからは今期は今週ですね、明日発売はこ の, あのループイラー、はい、ループイラーになりますので、ぜひちょっとお早めに。あれ、サイズ転換あるって言ったんだっけ。はい、1番2番です。1番2番で今2番で着てます。はい、この辺好きな方は結構ゆったりしたのがいいっていう方が多いんで、まあ、あんまり本当にフリーサイズ2つあるぐらいのイメージで、あの選んでもらえればいいかなと思いますので、はい、ぜひあの週末ご来店お待ちしております。はい、はい、じゃあグラフペーパーは今回このシリーズなので以上なので、次はステアワイズイーストに、はいはい、吉田さんにちょっとバトンタッチします。はい、はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。今週のですね、ステアワイズイーストの販売しているものと、明日、販売するものをご紹介させていただきます。はい、まずはじめにですね、ちょっと先週末ぐらいにちょっと入荷してきましたランタンのご紹介になります。まあ、ランタンというと結構何でしょう、秋冬限定、うん、まあ、今まではアウターのね、そうですね、イメージがプロダクトが、そう、今回がちょっと初の春夏コレクションということになっていて、まあ、冬のランタンが春夏どういうものを出すんだろうと結構気になった方多いと思うんですけど、まず一つ目が T シャツになってますね。僕今なんか着てた。ブランドロゴがシンプルに。はい。これもうザな感じがめちゃめちゃ可愛いんですけど、いわゆるちょっとこう珍しい、最近なかなか見なかったなと思うんですけど、ドルマンスリーブ。うん、のカットソーになってますね。ね、まあ、ドルマンスリーブというとこう継ぎ目がなく、腕とこの胴の部分が一直線につながっているので、はい、ここもちょっとこう余白であったりとかががっつり出て、あとはまあドレープ感ですね。 T シャツなんですけどちょっとツヤっぽい綺麗な見た目になります。はい、でちょっとこうロゴ部分の方も、まあ、あのアウターにも付いてるんですけど、ブラックリフレクターが付いてまして、まあ、黒系だとこう同色、まあ、ちょっと見づらいですね。まあ、こういう感じで、うん、フロントにはこう胸にバックにでっかいこうリフレクターで、これもリフレクターなんだね、になってますね。ちょっと一回フラッシュ焚いて撮ってみたんですけど、うん、がっつり反射してくれたので、はい、まあ、本当夜道とか、まあ、サイクリング、まあ自転車とかね、そうですね、キャンプウォーキングとか、まあ、ちょっとそっち寄りでも使っても面白いっていう、はい、いただけますね。僕で今 L サイズ着てるんですけど、結構いい緩さというか、え、白のそれもリフレクターなんだですね。あ、なるほどね。普通のブラックリフレクター使ってるので、はいはいはい、ちょっとこう普通のリフレクターよりなんかちょっと高級感が出るような、まあなんかいわゆるな感じでもない、うん、ちょっとシックな、でちょっと生地も少し面白くて、いわゆるプレーティングという仕様になってますね。うん、まあ、どういう仕様かというと、こう表面と裏面で生地が違うんですけど、まあ、表面がこうコットンベースの素材に対して、まあ、裏面がまあポリエステルの生地になっていて、まあ、コットンのいわゆるガシッとした見た目はあるんですけど、まあ、ポリエステルのつるっとした、着心地になるので、どうしても日本の夏ってこう湿気の多い高温多湿な気候なので、そういうちょっとムシムシする時期なんかにさらっとこう着やすい、まあ、見た目だけじゃなくてそういう機能面、ランタンらしいこういう夏を快適に過ごすためのこう素材になってますね。こちらが白と黒の2色になってます。はい、今日も結構売れて残り少なくなって、結構なんかね、着てる人いたけどね、お客さんでも今日可愛いですよね。アウター脱いだらランタンだった。あ、あとちょっと持ってくの忘れたんですけど、あの袋それぞれにこう、はい、あの企業ガーメントケースみたいな、そうですね、ガーメントケースがついてきますので、あの辺もなんかちょっと企業物っぽくて可愛いですね。はい、はい、でお次が、同素材のロンティーになってますね。はい、ちょっとこうフロントの縫い目というか、まあ、ウッドボールティーですかね、いわゆるなんか無地
過ぎない感じがちょっと特徴的なフットボールティーになってまして、それもロングスリーブになってます。こちらは無地タイプなんですけど、同じくこうドルマンスリーブになってまして、割となんかこの脇下の緩さと、まあ、ロンティーのこのリーブのコンパクトさっていうのがちょっとこう上品なオーバーサイズで着ていただけるようなロンティーになってます。こちらも白と黒の2色展開になります。はい、でちょっと変わったデザインなんですけど、スウェットのベストになってます。結構立体的なカッティングというか、うん、こう素材感とかも微妙にこうパーツごとに変えていたりもするので、なんか夏やはり今年ベストっていう露出結構多いんですけど、なんかこうプレーンなスウェットを少しこう袖口のこれベスト型っていうのですごくこう新しい見え感として来ていただけるかなと思います。なのでこうフロントにもサイドにポケットがついてまして、収納力とかも高いものになってます。結構なんか同色の T シャツとかとレイヤードしてもすごい可愛いアイテムですね。こちらがスウェットベスト。これあれスウェットブレーティングとちょっと違うんだね。ブレーティングとはちょっとまた、ちょっとまた違いますね、はいはい、あのコンボは河川コンボはされてるんですので、なんかちょっと耐久性が高くて、はい、そっちがループ裏毛タイプ、裏毛ですね、うん、はい、タイプになってます、はいはい、で最後が、まあ、結構ちょっとグレーもあったんですけど完売してしまって、残り黒だけになったんですけど、まあ、ワッフル、まあ、サーマルのスウェットになります。まあスウェットとはいえ結構ロンT以上スウェット着てる人今日いたな。あ、今グレー。あ、そうです、グレーですね、うん、そう一番最初に買ってくださいましたけど、はいはいはい、こういうちょっとこう、まあ、これ XL になる一番大きいサイズになるんですけど、結構ゆったりめなサイジングかつ、まあ、サーマルなのでなんかこのうん、まあ、ぐっと近づけてれば多分しそうだね、ハニカム系だよね。ハニカムって縦スリットっぽいサーマルの、そうですね、ちょっとこう縦に、はい、綺麗なものになっていて、でこれもちょっとこう関節周りとかに少しこう珍しい、うん、デザインが、はい、されていて、なんかサーマルって結構アメカジな最初イメージがあったんですけど、なんかこうニットじゃないですけどね、少しこう品よくというか綺麗に見えますし、まあなんかどうしても春ってこう着る方の悩むと思うんですけど、僕は結構ロンティーでいたいぐらいな人間なので、なんかロンティー以上するですけど、今本当に間の時期で着るのがすごくちょうどいいアイテムかなと。あとブラックのみになってます。はい、ランタンからは以上で、お次が、ビジネスから新作の T シャツが入荷してまいりました。カノコと天竺の切り返しになったちょっとこう珍しいディテールの T シャツになってまして、まあ、このメインボディがこうカノコ素材、まあ、ポロシャツとかによく使われるこうザラッとしたドライな素材感なんですけど、この肩の部分ですねが、天竺、オリジナル天竺生地に切り替わっていて、ちょっとこの天竺生地の切り替わった部分にさらにポケットがついているので、ちょっとこう収納したりとか入れて歩くこともしやすいものになってますね。結構なんでしょう、ビジネスの T シャツ、まあここ最近だと結構バルーン T シャツの方がかなり好評いただいておりまして、結構イメージある方多いんじゃないかなと思うんですけど、こちらからも新型ですねが登場しました、まあ、シルエット的にも結構身幅は、まあ、この切り返ししてるのもあるんですけど、結構身幅広めなシルエットに対して着丈は割とコンパクトになっているので、ボックス感、まあ、ボックス系好きな方とかだとかなりバランスいいんじゃないかなと思いますし、まあ、なんか基本的にはちょっとこう無地なんですけど、やっぱりこの同色での素材の切り返しっていうのもあって、少しこうよく見ると表情の違う見た目になりますので、まあ、夏 T シャツ1枚になってもなんかそんなにこう寂しくないというか、シンプルすぎずに、着ていただけるようなアイテムかなと思います。まあ、なんか物入れるとポケットあるだけでちょっとこう普通の T シャツとも差別化していただけるので、結構まあバルンティももちろんおすすめですけど、ちょっとこう新型とかね、バルンティ買われた方にもぜひこうチャレンジしてもらいたいかなと思います。こちらがネイビーと、ブラックの、2色展開になります。で、お次が、
まあ、これも、前々回ですかね、セカンドデリバリーぐらいに入ってきたあの、ハイブリッドコットンを使用したニットの、まあ、セットアップがプルレント、ニットップスであったんですけど、そちらから3つ目ですね、ショーツの方が新しく入荷してまいりました。なんかショーツ入ってくると一気に分かりますかというか、そうだね、まあ、結構早いブランドは早いですね。なんかフルレンのパンツ出しててショーツも出してる品番は、まあ、結構一気に入ってきたりは今してるんで、はい、なんか去年すごい暑かった記憶がだいぶあるので、まあ、去年もショーツ割と入れてたんですけど、なかなかこう供給が、まあ、この時期、まあ、焦らせるわけじゃないけど、この時期に出てる素材はこの時期に検討して買っとかないと。そうなんですよね。まあ、なんか夏は夏の素材で出たりはまあするけど、なんか意外とそうフルレンと同素材系だと、まあ、結構そっちの方がしっかりめで履きやすいよねみたいなのは、まあ、好みにはなるけど、まあ、もうショーツちょっとなんとなくイメージしてる人は、まあ、この時期はこの時期で見といた方が、うん、うちステアワイズもまあ結構あるんだよね、フルレングスと同素材のショーツがもう登場だから、うん、それはちょっとぜひね、まあ、実際ちょっと売れてんだよねコツコツとそう売れてるんで、まあ、ちょっとチェックはしてもらいたいなというところで、はい、夏の去年のあれを思ったら、うん、早めにっていうのもあるんですけど、そうですね、まあ、ちょっと、まあもう一度説明すると、ハイブリッドコットン、まあ、化繊とコットンのコンボ生地になってまして、まあ、本当にニットの何でしょう、マイナスポイントというか洗えなかったりとか結構毛玉になってしまったりとかをこう克服したような素材になってまして、ただなんかこうニットってこう名前ついてるんですけど、別になんかすごいツヤっぽいアイテムとかそういう綺麗めっていうものでもなくて、なんとなく個人的には本当に綺麗なスウェットぐらいなバランスで使っていただける素材になってます。なのでこうシルエットもまあこうインタックでガサッてこうギュッとこう深めのタックが入っていて、裾幅なんかも結構広めに取っているので、なんかこう本当はイズネスらしいワイドシルエットになってます。竹感的に竹は短いよって結構。膝ぐらい、ね。膝ぐらいか。はい、そっか、ワイドだからそう見れるんですか。一応サイズ展開としては ML なんですけど、当店ではもう L のみ、まあ、フリーサイズみたいな感じで、うん、まあ、今日ちょっとインスタのストーリーの方でも流したんですけど、僕で L サイズで履いてちょっと膝かかるような竹感になってるので、まあ、これには本当にソックスとかにサンダルスニーカーみたいな感じで合わせてもらうとすごく可愛いかな。うん、で一応色展開としては、グレー、まあ、使いやすい3色、はい、グレーと、ネイビー、まあ、ダークネイビーというか、はい、のものとブラックになってます。結構本当だと上があったのでなんかセットアップで撮影とかしたかったんですけど、本当にありがたいことにすぐ上の方、あそこ上は完売したんだ、はい、そっか、まあ、下のパンツもないんですけど、はいはい、販売してくれたので、まあ、本当にショーツを探しの方っていうとまあちょっと早いかもしれないですけど、うん、なんかあの生地に触れて試着して結構まあ購入されて、結構なんかあの生地良かったなって方とかで、ちょっとこう3ピースじゃないですけどね、なんかショーツとか、まあ、夏に向けて家の中で履いちゃうんで、なんかこういうのちょっとライフスタイルに一つなんかいいショーツ、あとだいぶ夏も過ごしやすいかなと思うので、うん、こちらも一緒に入っていきます、はい、おすすめになります。で以上がイズネスになってます。で、お次からが、半年ぶりですかね、うん、シアジの方が、はいはい、そうだね、長らくちょっとお待たせした感じなのかな、はい、だいぶ店頭はもうほぼなかった感じだね。ですね、去年の春夏、まあ、うん、スタートさせてもらって、はい、やってもうすごい確かにね。いやまあまあでもやっぱなかなかない世界観、ありそうだけどやっぱでもないのかな、シアージは。そうですね、まあね、太さもイソーのブランド見てても結構割とこうカジュアルなというか、スウェットとかあのナイロンシャカパンってあったり、ああいうカジュアルなものが多いんですけど、イーストのラインナップとしてはちょっとこう珍しいウールを、うん、まあベースにしてブランドになってますので、まあご紹介させていただきます、はい、でまずはコレクションモデルの方からですね、まあ、前回もあったんですけど 1.5 リ ス, あの2点リストックすることができました、スーベニアジャケットになってます。まあ後でご紹介するんですけど、シアージは割とこうエッセンシャルコレクションと呼ばれる結構定番のラインがすごくこう有名というか人気なものなんですけど、こちらはエッセンシャルとはちょっと違うコレクションの
ラインになってまして、まあなんで特徴としては本当プレーンなこうブルゾン型になってるんですけど、シェア時は基本的に全て、フリーサイズになっていて、はい、このゆったりとしたバランスが本当に綺麗なブランドですね。ちょっと着てみますね。まあ、素材はオーガニックコットン、岡山県で全て生産されていて、岡山もオーガニックコットンから作られたジャケットになってます。まあ、春の羽織って結構厚み悩むんですけど、シアジド、まあ、こういったジャケットだとそこまでこう地厚すぎないので、ある意味このフリーサイズ生かしてインナーにこうレイヤードしていくようなスタイルがシアジかなと思うので、で169円です、うん、で今フリーサイズ着てますけど、本当にちょうどいいバランスになってます。結構ウールと大変綺麗じゃないですか。まあインナーも全く気にする必要なさそうだと思ってる。相当大きいインナーでもですね、まあフーリーダーなんだケアウターぐらい全然飲み込むぐらい、まあ、夏場だったら T シャツ袖ザクザクまくってもいいんでしょうですね。あまりこうこっちが地厚いとこの T シャツとのギャップ出ちゃいますけど、全然そんな、まあでもなんかファティーグジャケット乗りな感じでですね、行ってもまあまあ悪くはなさそう、はい、でまあシルエットとかももちろん可愛いんですけど、まあこれでしょうか、このワッペンね、ワッペンが可愛いんです。実は元ネタもあって、まあデザイナーさんニコラス・ユタナンというちょっとこうフランスとタイのハーフの方がやられているんですけど、まあそのユタナンちょっと血の半分ですね、タイの方の伝統的なビールが有名なビールがあるそうで、そちらのワッペンをモチーフにシアージ風にこうモディファイしたようなものになっていて、なんかこの間来たお客さんびっくりしたんですけど、これよくタイに行った時飲んでたしなっていうお客さんもいて、あ、なんかこのパターン初めてだなって思ったんですけど、元ネタからですね気づくっていう、あれみたいな感じ方あったんですけど、なんかこういうちょっとこうなんかモデルに対して少しこうカルチャーというか、そういうものがミックスされるのがこのシェア味のちょっと面白いところかなと思うので、これがまあコレクションのスーデンケンジャケットになります。はい。で、お次が、オックスフォードシャツになってます。こちらからが、はい、あのエッセンシャルコレクションになりますね。まあ本当にシアジのジャケットとかのインナーないしこのワイドパンツと相性のいいように作られた、これも岡山県のオックスフォードになってます。なんか肉感もそんなにオックスフォードとはいえ強すぎないものですし、うん、はい、なんかこうゆったりしてるんですけど、なんかこの少しドレープのある見た目と、なんかこのオーバーサイズに対して若干この襟も少しだけコンパクトにしていたり、なんか単体でねこうさらっと着れるようにめちゃめちゃ工夫されてる感じが、白シャツ難しいからな、こういうブランドさんに頼らないと、なんかファッション的になんか、ああ白シャツさらっと着ておしゃれだなっていうのは意外とこだわってて、こうよくよく見ると変わったデザインのものが多くて、白シャツって多分普通ものすごく多分普遍的なジャンルだと思うので、それをこういい、時代なりデザイナーさんなりカルチャーなりが混ざったやっぱりね、はい、形じゃないと結構難しいから、なんか普通のなんかシンプルな白シャツプラスアルファなんかちょっとこう、うん、もう言っちゃうと雰囲気みたいなものがしっかりこう感じられる、雰囲気はすごくいい感じじゃないですか。はい、これが一応3色ございまして、はい、白と、ブルー青ですね、青とネイビーストライプ、はい、ちょっとこうアメカジ感のある感じですかね、うん、なんかトラッドなノリともまたちょっと違いますし、なんか本当に、まあ、春のシャツって着たくなると思うんですけど、まあ、そうですね、まあ、手っ取り早くてやっぱいいし、なんかちょっとショルダーで巻いたり肩で巻いたり腰で巻いたりしても結構僕は好きで様になるかなとは、うんうん、なんかもう結構シンプルなんですけど、ただやっぱシルエット一つで全然ガラッと雰囲気変わってくれると思うので、まあ、この辺とかはちょっと仕味、まあ、試着してみたら面白いかな、はい、結構伝わりやすい感じいいかなと思います。で、お次は、まあエッセンシャルコレクションの中でも、まあ、一番人気のウールトロ、まあ はい、トロピカルウールを使った、アイテムのご紹介ですね。まずは半袖シャツ、まあ、この辺もちょっと入ってきましたね、もう半袖系が。ただまあ半袖というか、まあ、なんちゅう、まあ、半袖風に見える5分、6分袖みたいな、肘はもう完全に隠れるぐらいの長さになってますね。まあ、アーム太いから半袖っぽくね、うん、見える。で
シアジのオフィシャル見てもらうと面白いんですけど、もう本当に僕今長袖着てるんですけど、これの上に半袖着て袖出してレイヤードみたいなスタイリングをしていたりとかで、オープンカラーなのでなんか本当にアウターみたいにパーカーみんなに仕込んだりとか、なんかそういう本当レイヤードを楽しんでいただけるようなシャツになってます。もうシルエットとしては身幅にもう結構振っていて、はい、着丈はもうかなりコンパクトにしたボックスシルエット。ただなんかこう着ると分かるんですけど、少しこう、まあ、ウールトロで落ち感出るので、なんかそんなにパッとこう立った時にデカデカって感じにならないような、ちょっとこう動きでドレープが生まれるような生地になってますね。この辺とかも本当に、まあ、シアシティは結構シャツがやっぱり一番人気にはなるので、もうなんか、まあ、半袖でもないのでロンティーレイヤードしてみたいな方とかもいらっしゃるので、なんかこの辺とかはもう普通におすすめ。はい、はい、あれこれエッセンシャルコレクション、あエッセンシャルコレクション、なるほど、はい。で今回から、まあ、黒が、前回の秋冬ですかねに、出まして、まあ、今回2シーズン目なんですけど、今回新色でブラウンが仲間入りしましたね、はい、ブラウンがまあもうかっこよくて、まあかっこいいね、はい、ちょっとこう濃いめというか赤みがちょっと強いブラウンになってまして、なんか今年いろんなコレクション見てても少しブラウンみたいなキーワード少し見えてくるかなと思うんですけど、なんか秋冬のこう少しイメージのあるお色味だったんですけど、なんかこう春夏にブラウンっていうのはなんかちょっとこう渋いかなと思って、今回シアジの方で、作っていたのでオーダーさせていただきましたね。これが同じく半袖に、白パンとかなんかベージュ系とかと合わせても可愛い感じです。ワントーンしてちょっとね、同じトーンで暖色系で春夏コーデ、うん、で、あ今僕が着てるものですねの、先ほどの長袖タイプになっています、はい、あれそれ袖にさりげなく刺繍入ってるけど半袖は特に、あ半袖はないです、特になんだ、ありがとうございます。そうなんですよ、袖にこうシアージの刺繍が入ってまして、うん、なんかこう胸ロゴとか多い昨今なんかちょっとこうさりげなさであったり分かりづらさって、はい、なんか少しキュンとくるポイントかなと思います。まあさっきの半袖もありますけど着てみるとこんな感じですかね、うん、丈が変わらずか半袖と長袖は一緒です。まあじゃあこういうオープンカラーのちょっとショート丈、はい、でちょっとボックスカットになってるので、本当にシャツアウターシャツジャケットみたいな形になってますね、はい、本当にこう動くとしっかりこうドレープ感が出てくれるので、で袖口とかもわざとこう少し長めに持ってきてるので、もうこう溜めて着てもらうとめちゃめちゃバランスいいですね。これが長袖の、ブラックと、ブラウン、じゃあもう2色になってます。でお次が、ベスト 2B ジャケットになります。やっぱりこうボタンのついた、ジャケットになってます。この辺とかもすごく人気の、形になっておりまして、ちょっとこうディテールで言うと、まあ、パッチポケットがこういうスラッシュのポケットになっていて、なんとなくそのシャカジャケじゃないですけどポーチジャケットぐらいこうカジュアルに着ていただけるジャケットになってますね。これがまたシアージのジャケットはこちらもフリーサイズになるんですけど、テーラードジャケット少し最近個人的にも気になるジャンルですけど、まあこういった、うん、まあ、横がねちょっとコーチジャケットのポケットっていうのがですね、なっていて、ラグランスリーブ、襟は立つの、襟はあ、まあ、ペタンと立ちます、あ立つの、立って止まるんだ、はい、ちょっとスタンドカラー風なですです、なんでニコニコして、いや先に言われたなと思って出ました出ました、はい、絶対抜けてたでしょ今、いやいや、そう取られた、いや大丈夫です、まあ、こういった、まあ、今小川さんにおっしゃっていただいたように襟がスタンドになりますので、なんか結構表情変わるじゃないですか、まあね、ちょっとカジュアルな、それでそこのポケット手入れたら本当にちょっとスタンドカラーブルゾン、はい、なんかチャイナジャケットじゃないですけどね、確かに、うん、なんかそんな感じや、ニュアンスがドレスから一気にカジュアルに変わってくれるので、なんかこの二面性はすごくかっこいいかなと思います、うん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 、でさっきの結構シャツも大きかったですけどちゃんと上から着れるぐらいの素材になっているので、やっぱ同素材ならではのこういう
そうだね、同素材アンサンブルっていうか、まあ、ちょっとこういう3ピース、そうですね、4ピースも面白い、はい、リアドスタイルも結構好きな方とかにめちゃめちゃ向いてますね。これも、ね、フラント、はい、ちょっともう本当はブレザーというちょっとこうパッチポケットのタイプもあったんですけど、おかげさまで本日で完売しまして、ありがたいことに先週の金曜日に言ったりしたけど、だいぶ、うん、なんかね、シアジアやっぱり、まあ、ちょっと入荷が少しね、ためてだったから、まあ、いい感じで爆発して、見に来てくれる方が、そうだね、多かった感じがするですね。はい、なかなか、ちょっとブランドさん的にも、展開店舗自体、かなり絞られてるので、うん、なかなかそうだね、直接、はい、フリーサイズとはいえ、ちょっと着ないと難しいよね、寸法はうちも、まあ、オンラインショップもやってるから、あんまり言いたくないけど、まあ、寸法とか書いてるからね、買いやすいようにはしてるけど、はい、ちょっと一旦来てもらった方がっていう、ちょっとイメージとどう、もともとはそれこそ僕が初めて買ったのがブランドさん自体も6年ぐらいやられて、その当時もオフィシャルのオンラインしか買う場所がない、まあね、まあ形いいから、まあそんな失敗はないと思うんだけど、ね、まあこうやってね、近所っていうかお店に来てもらえそうな機会があれば、一回買っちゃえば、まあそうだね、あとは分かるんですけど、うん、あとある程度アドバイスもしやすいしね、はい、体型分かれば、まあ、なんとなく参考じゃないですけど、まあ、僕は169センチですけど、まあ前回買えたお客様185円の方ももちろんいますし、女性の方で154センチの方とかもいらっしゃるので、うん、なんかある意味なんか全部オーバーサイズはオーバーサイズなので、ね、そうだね、形はめちゃめちゃ綺麗にしてるから、まあ、その人それぞれのもちろん、ね、見え方が違うけど、でもどれもすごく似合ってるというか、そうなんですよ、それぐらい魅力的なバランスというか、いいフリーサイズで作ってくださってるので、まあ、結構悩んだけど、私には僕には、うん、いや食わず嫌いじゃなく意外とで、はい、ブランドさえ気になってもらっていればぜひ、それこそ本当に寸法云々よりかは直接来てもらった方が魅力は伝わるかな、ちょっとこうトラットなノリとかもそのやりすぎてない、まあ、いろんな、ね、要素が入りつつ、なんかシアージでまとめちゃってくれてるっていう、なので、はい、ジャケットおすすめです、もう残り、うん、まあ、ジャケットいいけどね、なんかシーズン的に、そうなんですよ、ちょうどよくて、うん、なんか本当ジャケットの気分はステアワイズも結構あって、うん、うん、いろんなナイロンから、そう、ちょっとアンコンジャケットとかスポーツコートみたいなね、なんかラフなカジュアルな感じで着れるジャケットを、一応もうブラウンとブラックで1個ずつ、はい、やっぱ大体もう残り1個なんです、ああそう、はい、になりました、ね、ぜひぜひ、そうだね、はい、見に来てもらって、でちょっと新型になるんですけど同じくウールトロを使って、今までは結構ジャケットが、まあ、ツービージャケットと、ブレザーの2型が有名だったんですけど、今回新型でスイングトップ型が出ました、同素材になってます。まあ本当になんかこうドレッシーなアイテムが多い中で、なんかこうありそうでなかったウールのスイングトップになるので、まあ、この辺とかは正直食わず嫌いじゃなくて誰も嫌とは言わないんじゃないかな、まあまあまあデザインはね、はい、ちゃんとこういう感じですね、なんだろう、数秒ネミちょっと似てんのかな、あ似てますね、ちょっとバランス違うんですけど、まあ、バランスは違うけど結構、まあ、襟ポケット位置、まあ、似てる、うん、まあまあ素材も違うから、まあこう何かこう装飾があるわけではないですし、刺繍があるわけでもない、うん、ただこうサイドに、はい、ギャザーがついてるので、はい、こう羽織った時のボリューム感というかバルーン感がしっかり出るようになりますね、うん、でボタンは、ひよくボタンになってる、うん、なるほど、締めた時のこの一体感というか、そうだね、一枚感がしっかり出るので、なんかこうまとまりがいいですかねこれがなんか一番最初になんか入ってきてすぐ、うん、まあなんか入りやすい、はい、新作だけど入りやすい、うん、結構なんかもう去年ユーザー様になって、なんか新型欲しいです一番一目散にこちらを名指しで来てくださって一あれ裏地はないんだよね、一重仕立て裏地らしいですね、になってる、まあさらっと本当にシャツ代わりに着る感じ、うん、僕もやっぱ厚がりだったりするのなんか薄い方が結構助かったりとかする、ね、薄い方がいつでも着れるしなんか春夏というか、まあ、アウターはなかなかそうだね、うん、ちょっと暑くなると今日これやめようってなるけど、まあこれだったら中身次第でどうどれもなるので、うん、いけると、はい、こちらが新型のスイングトップになってます、はい、まあ、ちょっと新型が続くんですけど、
フレンチアーミーの、まあ、カーゴパンツをモチーフにして作られたウールトロの、カーゴパンツになってます。ちょっとなんかなんでしょう、ウールでカーゴパンツって少しこう珍しいかなって思うんですけど、まあ、フレンチアーミーってこともあって、なんかそんなに、まあ、今までの結構オーバーサイズなノリと違って、少しこう、まあ、細くはないんですけど、なんかこうストレートシルエットになっていて、かつちょっとこうアイボリーの紐だったりがこうウエストとあとは裾についていて、はい、もう白地唯一なんかこの裾の絞れるパンツになったんですね。これも今日黒あったんですけど、かなりしまして、はい、ブランになってますこれ、ね、ちょっとこうまあいいよね、その組み合わせとかね、白 T 黒 T でもいけるし、明るい服でもいいじゃないですか。こっちも黒、まあ、僕も多めな。そうだね、まあ本当にうちも脱黒結構意外と黒、黒得意なブランドほど意外と脱黒っぽいかっこいいコーディネート今年多いかもしれない。もちろん黒は全然もう全然全然ね、変わらもうずっと変わらない、うちらは変わらないと思ってるけど、うん、なんかこういうだからこそもちょっとナチュラルな感じ、うん、黒に合わせやすい差し色とか、はい、なんか春夏の方が多分色物って多分取り入れやすい、うん、まあ、あのもうアイテムだったりとか、まあ、時期柄とかもあったりするので、なんか気になってたんだよなって方とかは、着ないとか結構ブランドとか、うん、いい色、はい、していただいてもいいのかなと。でこちらは前回、ツイルで出ていたものを今回ウールで登場しました、グルカパンツになってます。まあ、いわゆるグルカパンツをベースに、まあ、本来こうフロントにボタンがあってハイウエストでこう履くようなパンツですけど、それをシアージはこう折り返してなんかこう履くようなこうスタイルに持ってきてます。かつこちらもイージータイプになっているので、こうボタンのなんか開け閉めとかがさほどこう必要ではないバランスになってますね。あとなんかタイパンツっぽい。あ、そうっすね、タイパンツ確かに近いですね。わかる、わかる。タイ古式マッサージとか行くと、あの一瞬履き方わかんないやつ。古式マッサージは行ったことない。あ、ないの？はい、古式マッサージいいよ。昔なんかタイ。いや、行くとね、マジでこのパンツ渡されるんだけど、いや履き方一瞬わかんないんだよね。でももうこういう感じでなんかね、ペタッとこう。あ、我々は履く。あ、そう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 、リラックス用。あ、ちょっと多分寝巻きとか多分部屋着なんじゃないかな。あ、でもニコラス言ったらなんか。まあまあまあね、テーマ的に多分それもありそうな感じがする、うん、まあでもまあまあちょっとこう綺麗なブラウザ、ニアな感じがするかもしれない、うん、ウルカとなんかちょっとタイパンツ混ぜたような、うんうん、なんかこう、まあ関田というブラウンとアイボリーのグラデーションもいいですし、なんでしょう、一番こう中でもワイドストレートなバランスになっていて、本当に渡りもそうですけど裾幅もがっつり広めになっているので、これをなんかウールトロでツトンってこう履いた時のデープ感は多分一番感じられるかなと思います。でちょっと裾にもこうアジャスターというか、うん、はい、一旦ついてるので、なんか自身でなんかこうテーパードかけることも可能となってますね、はい、じゃあもうブラウン、ブラック完売、ブラウンになっ て、はい、なってます。で今僕がまたパンツのご紹介ですけど履いてるサーキュラーパンツですね。もうブランドとしては多分1番2番ぐらいの人気のパンツになっていて、まあ、サーキュラーサークルですね、円を描くようなシルエットがこう特徴的なパンツになってまして、なんかこう、まあ、ウールっていうのもあってしっかりドレープも感じられますし、なんかこのウエストの作りとかも個人的にはこうコントローコードついてるので、こうギュッと絞って垂らして履くことができるので、なんかトップスが本当にシンプルに夏になって T シャツぐらいの時もちょっとこの辺の使用感というか垂らして着ることも可能になっているので、まあ、これがまあもう人気ですかね、まあ、ということは最後の一つになってるんですけど、あとどの角度から見てもかっこいいですし、まあ仕上げ結構ボクシーなバランス多いので、なんか上身幅広くて短だけ、下も、身幅広くて、ただ丈感フリーですけどジャスト丈で履けるので、169でも全然履いていただけるので、まあ、この辺とかやっぱ気になってる方は最新目だっていいかなと思います、はい、でサーキュラーの、ショーツになってます、うん、まあ、本当に今フルで履いてますけど、まあ、それをこう膝下ぐらいでこうカットしたような、もうショーツというかちょっとバスパン
バスケのこうゲームパンツみたいな感じの丈感になってますから、ね、膝ちゃんと覆われて履けるようになっていて、まあさっきのイズネスの時もそうですけど、なんか夏のショーツってなんでしょう、結構素材のバランス今年はかなり豊富なので、シアジアやはりこのウールですね、真夏だけど、あ、真夏だからショーツ履きたいけどちょっとこう品のある、素材感で履いていただけるので、なんかこう唯一無二なショーツかなと思います。同じくウエストもこちらドローコーナーというので、うん、キャットの後ろに履いていただけます。こちらもブラウンの衣装、はい仕上げは以上になります、はい、で、お次が、明日発売のスナウルパーパスの方をご紹介させていただきます。まずはじめに、フットボール T ですかね、あ、すみません、ベースボール T のご紹介になります、まあ、ちょっとこうドライな素材感を使ったツートーンのベースボール T シャツになってます。まあなんかこう OG ロゴがこうプリントしてあって、あまりこう派手なバランスではないんですけど、やはりこのベースボール T シャツらしくこの腕の切り替えが特徴的になってまして、はい、まあ色のバランスでいうとオフネイビーと、オックスフォードグレーブラックの、2色展開になってます。まあそれだけちょっとこうくぶというか8分くぶぐらいになっているので、まあ、夏のアクセサリー、まあ、時計、結構その辺との親和性も高い T シャツかなと思います。で、お次が、まあ、某ブランドの、 あの有名なビッグシャツをベースに作られたシャツに、ビッグシャツになってます。ちょっとこうボタンダウン仕様ですね、この辺とかもちょっとちゃんとしてるなって感じするんですけど、なんかこう河川で作ってるので、なんか結構通常のオックスフォードとかと比べるとすごく軽さとか軽快さがあるものになってますね、うん、だってお色味自体こうブルーと、まあ、ブラック、うん、まあブラックというかチャコールグレーというか、あまりこう深すぎないブラックになってます。まあこれとかはもう普通に羽織としても春使いやすいかなと思いますので、こちらがビッグシャツになります、はい。でお次が、まあ、結構一番問い合わせ、一番二番ぐらい問い合わせ多いんですけどベンチレーションスラックスになってます、はい。まあ、その名の通りサイドにこう、そうだね、はい、メッシュのこうベンチレーションがついてます。でコンシールジップでこう綺麗に隠すこともできますし、まあ、なんかデザイナーさんが真夏に履きたいっていう、うん、まあそうだね、去年ぐらい暑かったらフルレンもこのデザインはかなりポイントは高い感じ、履かないんすよねって方とか、なんかフルレンで、まあ、あとね T シャツだったら、まあ下フルレンの履き、フルレン履きたいって日も真夏結構あるけど、なかなかちょっと地厚なものは手出しにくかったりするから、まあすごく良さげ、このオッシャブルなので、オッシャブルの選択も可能になってますので、結構なんかなんでしょう、ちょっとこうストリートなノリにも付き合ってくれますし、本当に締めればプレーンな綺麗なスタイル、センタークリスなんだね、はい、そうかなっているので、ソントスラックスだ、はい、なんかスニーカー、革靴、サンダル、結構いろんなバランスにガチッとこうはまる、アイテムかなと思います。ちょ色も、ネイビーと、ブラックになってます、はい。ちょっとこう色ごとにこのモチーフの色が違ってきますので、うん、この紐の方もネイビーの方がホワイト、ブラックの方がちょっとブルー、結構ブラックの方なんか青みが差し色効いててめちゃめちゃ可愛いかな。サイドメッシュも薄いブルー、そうあですね、ジャック感分かりますよ、ちょっと画像だと分かりにくいけど、あ、まあでもまあまあ会食だよね、はい、マッシュそうだね、めちゃめちゃおすすめですね、はい。でまあ何でしょう、一番の問い合わせが多い、うん、まあ問い合わせ多いね、めちゃめちゃね、はい、アンブロセダ第2弾になります、はい。まあ、ゲームシャツですかね、インフォームになってます。前回秋冬の時はこう襟付きの長袖のゲームシャツだったんですけど、今回はこの半袖が本当に、まあ、ザナ、うん、まあ、ザナ、はい、なってます。前回結構プリント系だったんですけど、薄手の、今回なんかもっとこうトロッとした生地で、よりなんかリアリティ本当にゲームシャツに使ってるような着心地のいい素材になっていて、割とこう、とろみが面白いですね。であとこう、
ロゴの感じも刺繍とあとフロントはフロッキーローになってるので、うん、なんかこの辺もしっかりこうクラシカルというかあのユニフォームのザナものを守ってちゃんと作られているのでなんかリアリティとやっぱ洋服として消化できるサイズバランスあとカラーバリエーションだったりとか結構やっぱセダンらしいかな。バックは？あ、そっか、アンブロのロゴがね、はい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 、と可愛いロゴが、はい、それプリント、はい、こちらはもうフロッキーですね。あ、フロッキーなんだ、はい、うん、になってます。結構お金かかってるってあるんですけどしっかり、まあなんか本格的な、うん、なんかで結構軽いノリが多分こういうスポーツ系と多いと思うんですけどなんかもうちゃんと高級感出して、はい、従って作ってる感じがいいですね。リスペクトがちゃんと感じられるようなところもあります。一応色展開としては、チャコールブラウン、はい、ディープネイビーの2色展開になってます。チャコールブラウンって名前なんだ。まあまあチャコールとチャコールとブラウン、まあとブラウンなんだ、はい、まあ、バーガンディ風だけどまあ一応そういう配色なんだね、はい、になってます、はい、個人的にはやっぱネイビーですね、うん、なんかストーリーでもあげたんですけどなんかいいですよね。このスラックスに、うん、ね、セダンらしい、はい、これなんかサンダルとかまあ今だと最近確かサンバじゃないですけどねアディダスとかも結構人気なのでローテクなノリとかをスラックスで、合わせてあげたりしてもすごい、はい、多いかなと思います。で最後がまあもういいっすね、シャカジャケ、まあ同配色の、はい、ウィンドブレーカーですかね、うん、ジャケットになってます。まあ、前回が、まあ、ユニフォームとキャップと、マフラーだったんですけど今回は上のシャツと、まあ、本当ウィンドブレーカージャケットになってますね。かっこいいですね。かっこいいですね。でなんかこのディープネイビー、ネイビーとネイビーのこのグラデーションとこの白のファイティングがだいぶこう、うん、らしさとでもなんかちょっとこう軽すぎないっていうか古着には逆になんかこうない品のあるお色味かなと思います。やっぱこのスポーツミックスでザナザナと使うっていうのもなんかやっぱいいですし、まあこれにデニムとかね、それこそソジサンバとか、はい、ちょっと90年代っぽちょっとオアシスみたいな感じのなんか、はい、そんな感じかっこいい。インナーもメッシュついてるので、なるほど、はい、蒸れづらい素材感ですし、あとはちょっとこう多分これ系だと珍しいんですけどダブルジップになっていて裾にもドローコード、まああるとね、まあ何かしらファッションでちょっと気分で使える、そうです、 A ラインに着たいっすみたいな方とかでもいいですし、まあ、なんか裾をギャッとこう絞ってもう本当 A ラインで着るようなこともできるようになっているので、なんかこうジャケットでできそうなことが大体全部やってくれてると思うので、結構ね、2色で結構合いますので、はい、サイズ展開としては MM、XL、僕で169であの M サイズであの、サイトの方では着用してますので、はい、こちらも明日発売になってます。すいません、ちょっと長くなってしまいましたが。これが入荷、はい、明日入荷で、はい、入荷になってます、はい、だいぶねちょっと多めで想像つかれてきた方もかもしれないですけど、まあでも見応えはあるそうですかね、はい、長物とかもようやくだいぶで揃ってきて、なんか本当に1ヶ月前に来ましたって方でだいぶ今店頭の内容、うん、本当180度違ってたりもするので、まあ本当にうちだとスウェットロンティーないし、まあ、ウール系、まあ、ナイロンと結構幅広くこう本当に扱っているものが増えてきたので、まあ、そうですね、明日ですね、明日土日あのもしお時間ある方とかは、はい、イーストの方にぜひ遊びにいらっしゃってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあイーストは以上になります。はい、すいません、高かったです。じゃあ手伝ってちょうだい。はい、どうします。一回じゃあイーストのやつ左にグイッと動かして、はい、ちょっとチェアワイズやってみましょうか。今日ステアワイズは入荷分と明日発売と明後日発売3段構えで、そうね、意外とでも今日は明日発売か。
やすく並べるとすると、一旦配置とかだけ見てもらっていいかな、あの画面越しは。あ、めっちゃいい感じです。こんな感じで、はい、はい、はい、こんばんは。じゃあこのままステアワイズの、入館内のインスタライブ、続きをさせていただきます。でいつも通り、入荷済みのものと明日発売、そして、まあ、ちょっと先なんですけども、あさっての発売っていうので三段構えでやっていきます。はい、まあ、順にですかね、多分順番にいくと入荷済み、明日発売、あさって発売っていう感じで並んでるので、まあ、今日入ってきたものもありますので順にご案内いたします。まずは、リホメットです。まあ、リホメットももうシャツとかパンツ、デニムとか結構いろいろ入っていて、コレクションもどんどん入ってきてるんですけど、まあ、春物のスウェットシリーズ入ってきております。こういうちょっとね、グレーとか写真写りだと分かりにくいと思うんですけども、こっちの色が分かりやすいですかね。かなり加工入ってます。この辺なんだ、結構入ってますね。元の色がちょっと分かんないぐらいいい感じで加工が入ってます。これがネイビーとグレー、2色展開です。で、なんかまあ、あの、まあ、いわゆるイホメットのテーマですね、あのブランドのテーマである、まあ、サカンだったり日本のワークウェアっていうところから、まあ、パーカーにこういうこうちょっとなんだろう、耳型のね、あのパイピングがされてるんですけど、まあ、こういうちょっとこう寒い時とか、あのパッとフードかぶった時にでもこう、まあ、危険察知というか、まあ、音漏れ、まあ、しっかりこう音が聞こえるようにっていうので、まあ、実用性もありますけども、ちょっとまあリホメットらしい遊び心の効いた服ということでデザインされています。まあ、それ以外はまあカンガルー、ちょっと小ぶりなカンガルーポケットですね。で、袖の内側にこういうちょっとこう、まあ、あのリブがついていたりとかという仕様です。まあ、オーバーサイズのシリーズ。そうですね、パーカーと、グレーのみで、まあ、同じ素材です。スウェットの半袖出てます。まあ、かなりちょっとこうラグランスリーブでドルマンぐらい脇下ガバッとあるデザインですね。グレーもあのちょっと分かりづらいんですけど、直接見るとかなり色焼け感が出ております。はい、まあ、ダメージ等々は入ってないんで、まあ、綺麗な感じですね。スウェットも柔らかい素材で、あの落ち感のある感じです。はい、で次が、テアトラからです。ですね、これがあの限定のアイテムが今日入荷してきました。ちょっとすいません、今日入荷してきたばっかなんでまだスチームかけてなくて折り目がすいません、あの綺麗に取ります。カートリッジティのロングスリーブ とショートスリーブ入ってきました。で、名前がですね、カートリッジティー、まあ、ロングスリーブソロテックスという名前が、まあ、その名の通りですね、あの帝人社さん の、あのソロテックスを使用して、結構ね、まあ、ストーリーとかではこの厚さが分かってもらいたくて結構上げたんですけど、結構なんですかね、ペロッとしてないんですよね。なんかほんとコットンライクな、しかも結構中ぐらいの温数の T シャツ素材で表現されてます。まあ、チャコールとブラックで、まあ、特にチャコールはそういうちょっとコットンライクな感じを出すために結構こう木調になってるんですけど、これは結構調子いいですね。やっぱ、まあ、コットン素材とかあのそういう素材でのロンティーはもちろんうちもあるんですけども、まあ、ソロテックスでこのコットンライクな T シャツはなかなかないです。で、まあ、半袖、まあ、正直春夏なのでロンティーよりかも結構ちょっと個人的には半袖を押しますね。ストレッチが効いてたり、僕結構ちょっとこうあの某アメリカのこうちょっとくすんだ結構グレーの T シャツとか好きなんですけど、こういうこうインナーとかにもめちゃくちゃしやすいので、個人的にはまあ結構インナーで使
えるで、まあ休館速乾で、あの、まあ、もちろんストレッチ効いてますし、まだこのカートリッジ T シャツって結構今までもやってたんですけど、このなんていうんですかね、この旅に持ってくときにこんな感じで、あの丸めれば、あの持ってきやすいですよっていうね、パッキング機能が、あの説明書をプリントされてます。まあそれだともちろんどんな T シャツでもできるじゃんって感じなんですけど、ただここの背中のこのロゴがですね、ちょうどパッキングしたときにこうピョコンと出る、あの、まあ、デザイン仕様になってるので、まあ、開けてね、こう同じような色の T シャツとか多い人なんかは特にこれでテアトラが一発で分かるように視認性もあってっていうので、まあ、そういう、こうワンポイントがまあ背中に効いております、はい、これはもうさっきもう入ってきて、さっきというかあの今日入ってきて急いでちょっと採寸して、もう買える状態にしてますので、はい、ぜひあの気になる方はチェックしてみてください。なんか前回本店プラス 2,3 店舗くらいでなんかや試験的にやったんですかね、それがなんかあっという間に売れちゃって、で、まあ、ちょっと今回またリミテッド枠で、これも全然全てのお店さんではなくてかなりあのお店さん限られてるみたいなので、あの気になる方ぜひお早めにチェックしてみてください。ロンティが 15,000 円で T シャツが 12,000 円なので、まあまあまあ、あのいい値段かなと思います。はい、とこれが、ちょっと数日前に入ってきました、デュアルディバイザーの、真っ白、ま、真っ白っていうのは、まあ、ちょっとはなんか少しこうオフホワイトっぽいんですけども、一応まあ白パンとして履けるデュアルディバイザーのホワイトがちょっと1色だけ遅れて入ってきました。あのデュアルディバイザー結構、まあ、知ってる方だと触ったり持ってたりする人も多いんですけど、あの結構生地しっかりしてるので、あんまりこういうちょっと透け感も実はまあ ないので、まあ、その辺気になる方には結構いいのかなと思います。対テアトラ用のね、はい、パンツということでデュアルディバイザーのホワイトです。まあこんな感じもねいいですよね、はい、うん、合わせやすい気持ちいい素材です。はい、でリノがリノですね。リノが、T シャツです。まあこういうちょっとリンガーティーです。シュレットはかなりこう今の気分に持ってってるんで、まあ、あのリノの得意なグルカとかデニムとかにさらっと合わせる感じがねすごくいいですよね。まあそれぞれこうちょっとその意味のあるというかテーマ性のあるですねメッセージがノークリーム、ノーシュガー、ブラックコーヒー派の一つだね。カフェインアディクト、まあカフェイン中毒ってことなんですけど、まあちょっとこういうね少しクスッとなるような、あの、まあ、自分のねライフスタイルに当てはまる人なんか特にちょっと面白いんじゃないかなとは思うんですけど、まあライフイズ、まあ、ドラマとかね、まあちょっとそういうこうこの辺もちょっとフロッキープリントをねちゃんと経年させた味でね出してますんで、なかなかいいユーズド加工になってます。シネマフリークっていうことでね、はい、結構かわいいなんかニュアンスの内容が書いてます。ビニールレコードギークジーク、まあストリーミングサックスもまあちょっと現代的なね、まあストリーミングが多い時代なんで、まあそういうのをちょっとね少し車に構えたようなメッセージ、これも程よくあの色が褪せています、まあ、それぞれメッセージによって配色になっている感じですね。これそれぞれが一色展開であの出てます。あ、そっか、すいません、ね、ネイビーだけ同じあのトリムの素材なんですけど袖口とかもこう使ってるんですけど、すいません、これだけはあのネイビー一色展開になってます。あ、すいません、さっき多分コメントちょっと今拾い忘れてたんですけど、あれですよね、ちょっと関係ないとこではあのゴアテックスじゃないや、サロモンのお問い合わせありました。でサロモンもまだ3月の入荷とまではどこまでは決まってるんですけど、まだ詳細出てなかったので、こちらはすいません、あの SNS 等々で確定次第ご連絡します、はい、が、リノですね。なかなかいいメッセージです。で、次が
サンドウォーターですね。はい、波の波紋が特徴のロゴがね、特徴的なブランドですけど、今回そのブランドロゴを使ったちょっと自発なオンスのオーバーサイズティーです。まあこの辺もね、夏のちょっと一つアイテムとして、まあ加えてもらったら1枚でも様になる形とプリントで、こういうちょっとなんか2色使いのプリントになってます。まあブランドロゴと言ったらいいのか、ブランドの、まあ、ロゴも、まあロゴでいいのかな、うん、ロゴがね。でこっちにはそのブランドロゴを使った上ですか、うん、がピスとしてついてます。かわいいですよね、はい、が T シャツ着てます。で、こちらも入荷済みのものでアンユーズドですね。先発であのメッシュ、まあ、ニットって言えばいいのかな、少し目の粗い、まあ、レイヤード用の、カットソーニットが入ってきてたんですけども、今回まさに目を細かくしたメッシュ T、 なんか難いね、明るいですか、うん、こんなもんかな、離れた、うん、そうだね、まあ、メッシュ T です。まあ程よく透けておりますけども、なんかこの辺もやっぱりアンユーズドの素材の妙で、なんかガチガチに透けすぎてない感じとか、この素材の厚さの塩梅が良くてですね、まあちょっとこういった狙ったアイテムになってます。まあ結構インナーにしてもいいんじゃないかなと思いますけど、まあ背中のハギなんかはちょっとアンダーウェアっぽいノリで、まあアンユーズドファンの方だと、あの昔結構サーマルとかがめちゃめちゃ人気だった時代もあったんですけど、なんかちょっとそういうノリで単体でもいけるし、まあちょっとしたインナーでこれの上からそれこそメッシュニット合わせたりとか、なんかそういうのもいいんじゃないかなと。まああとはなんか、まあどうなんだろうな、昔は知らなかったですけど、こういうなんかサーマルになんか T シャツみたいな、こういうちょっとねノリとかも、まあ、あのかさばらずに面白いんじゃないかなと思います。はい、で以上が、今日までの入荷ですね。はい、で、次からが明日発売のブランドを、紹介させていただき、あ、待ってくださいね、まあでも一緒にしちゃっていいか、ごめんなさい、ね、まあ、マーモットキャピタルも実はすいません入ってきておりました。こちらのカーゴショーツ、テック素材使った、はい、カーゴショーツです。まあ同色でロゴが入ったりとか、まあ、パーテックス素材ですね、撥水素材で、まあシンプルな、まあ、ややオーバーサイズの丈になってます。でこちらがね、かわいいピンクのカラーが目を引けますけども、こちらのカーゴパンツ、あのこれもあの膝があのショーツになります。ショーツになるし、まあ結構フロントだけ開けて楽しんでもいいような、ちょっとアレンジの効くパンツですね。裾にドローコードも入ってます。ドローコードが入ってで、裾があの、まあ、トレーニングパンツのようにスリットも入りますので、まあ、様々な場所を絞ったり開けたりしながら結構いろいろ楽しめるパンツになってますね、はい、色もすごい綺麗です。でパンツが入ってます。で、で次からが、明日発売ですねのものになります。まずはまあポリプロイドですね。まずは半袖シャツです。仕込みのしっかりした、まあなんですかね、まあ、タイプライターじゃないか、でも非常にこうちょっとドレスシャツのような感じで綺麗な感じですね。ブロードよりかもまあちょっと厚手なんですけども、まあ、色がちょっとこれ多分見づらい、あの上ブラウザー上だと見えにくいと思うんですけど、すごく絶妙ないい色との表記的なライトグレー、いやいや本当にブルーがかったようなね、ライトグレーで、まあ人気の肥沃の半袖シャツに今回落とし込まれております。でポロの T シャツです、まあ、あえてカノコとかではなくて天竺編みの
素材に落とし込まれてます。これも非常に素敵な色で、まあ、ダークオレンジという色で出てますけど、まあ、シルエットのいい素材のいいポロシャツ、まあ、襟とかも全部同色なんで、なんかいわゆるこうちょっとこうポロシャツよりかも少しこうもっと T シャツ感が強いデザインですね。はい、でこちらも人気の、まあ、オーバーティーのシリーズで、まあ、素材は比較的継続でやっている感じですかね。天竺素材の色、まあ、これもねちょっと色が勝負っていうところで、ピンクとミント、はい、の色になってます、はい、シルエットすごいいつも綺麗でニーフです。であとはバッグが、はい、入ってきてますね。まあ結構モチーフもあったり、昔の結構ねあのアウトドアブランドとかから撮ってたりするんですけど、まあ、こういうこう、まあ、紐も特徴的ですけど、まあハンドでも、まあ、持てる、まあ、ショルダーにもなるというね。まあ、色味も結構昔のアウトドアとか好きな方とかだったらなんか見たことあるなっていうデザイン、まあ、色とかねなってますけど、まあ、リップストップで結構見た目よりかもかなり頑丈な作りになってますね。中もちょっと透ける感じが可愛いのかなと。のバッグがこちらのナイロンが2色とで、まあ、ボリプロイドはね結構 ABC と素材の組み合わせが面白いんですけど、まあ、これがちなみに A と呼ばれるね、まあ、ブランドのファンの方であれば、ご存知だと思うんですけど A はもう全部きなりで作られるシリーズということで、きなりで作ってます。なんか本当にこう洋服のサンプルね感じになってますよね、まあ、きなりもきなりで可愛い、持ち歩きやすい、まあ、使わなければ結構そのままなんか、ね、収納も楽だ、かさばらない、ちょうどいい大きさだと思いますけどね。こちらが2素材3色で登場します。で以上がポリプロイドになります。はい、で次がフレッシュサービスになります。フレッシュサービスはそうだね、まずはじゃあジャケットっすね。ストレッチドライクロス、まあ、先発であのチノ素材が入ってましたけど、まあ、そちらのショーツも出てるんですけど、まあセットアップシリーズです。でちょっとつらというかね、この表面のこの見た目の感じをこうちょっと綺麗に見せるために、こっちは後ろにゴムは入ってますけど、前はあのゴムなしの、あと、紐なしなので、まあ、ちょっとサイズだけはあの調整して、あとベルトをしてっていう、さらにこう見え方的にはちょっとトラウザーっぽい感じの見え方になるような、ただ素材はあの速乾性のあるテック素材を使ってますので、まあ、裏もこういうメッシュの裏地が入っていたり、まあ、ちょっとした雨ぐらいでも多分撥水は入ってないと思うんですけど、まあ、濡れた後ですぐ乾くよっていう感じでは、まあ、結構待ち着しやすいセットアップ、まあ、単体でもねすごくいいと思いますけど、あとはまあちょっとこういう黒パン探してる人にもまあ一つ候補になるかなと、まあ、ドローコードはそう入ってますんで、そこは調整できます、はい。まあ、フロント部分だけねすっきりさせるためのデザインになってます。こちらが黒とネイビーの2色展開です。で今回ショーツも入れてますけど、ショーツは黒のみ入れております。ML の展開で出てます、はい、どちらも ML で存在してます。で次が、新型っすね。一発目から6色展開っていうね、級の色数、ちょうどね僕が
着てるこのドライオックス の, あのコーポレート BB シャツっていうのは結構ずっと定番で人気なんですけど、まあ、この定番シャツにもう一つこう仲間入りという形で、ユニフォームシャツ、まあ、いわゆるこうボタンダウンじゃなくてポロカラーであったりとか、まあ、サイドにポケットがついたりとかはあの通常のこのBD とは変わらない。なのでまあ本当に今までこういうレギュラーカラーの定番がなかったので、まあ、それをこうちょっと新しく作りましたとということで出てます。まあ、ちょっと洗いざらし の, あのブロードの素材で、まあ、もちろんこう素材上こう今すいませんこれもねちょっとスチームまだかけてなかったんでごめんなさい、ちょっとあのシワが残ってますけど、これある程度スチーム取ると、まあ、それでもこうちょっと風合い的にはこう綺麗な感じの素材よりかはこういうパッカリングもちょっと浮いてるような感じから着られますので、まあ、ラフに着られるシャツとして、まあ、さっきのシアージじゃないですけどもなんか単品でねさらっと着られる様になるシャツみたいなのを探してると、まあ、この辺は、まあ、フレッシュサービスがね値段が16,500円ということで、まあ、かなりちょっとエントリーモデルとしてもねかなり見え感のいい、すいませんこれもすいませんあとスチームかけますんでっていうので、ちょっとこうシワ感とかこなれた感じが特徴のシャツです。まあ、ホワイト、まあ、ブルーの種類が多いですかね。ブルーがね、まあ、ライトブルーとブルーとネイビーってとこで、まあ、ブルー系結構選べるので、まあ、あと色ですかね、色でなんかちょっとシャツ探してる方とかも、まあ、この辺はちょっとかゆいところに手が届くんじゃないかなという感じです。あとはまあ、あのね、こういうちょっとストライプと、はい、とブラックという感じで、はい、定番シャツということで一発目から、まあ選べる6色の展開です、はい、が新作ですね。であとは、シーズンごとに展開しているプリントシリーズです。ちょっとアメリカのスーパーマーケット の, こうあのポップみたいな感じのイメージでデザインしてもらったオリジナルのプリントです。あの人気のこのライトオンススウェットシリーズというねあのブランドご存知の方であれば結構すごい人気のスウェットがあるんですけど、そちらにあのプリントされてます。はい、スウェットはこの2色で T シャツがT シャツがね3色、まあこれもバックプリントですね。バックプリントでちょっとこうタバスコ風の配色と、ブルーとレッド、もちろん近くにこれにと同じ色柄の中華料理屋さんがあります。あとは、まあ、この辺もなんかちょっとこうなんだろう、まあ、バンズの昔のなんかあのチェッカーじゃないですけどなんかもうレッドとブラックみたいな感じね、配色にどこかちょっと懐かしさとかを、ね、感じさせるようなちょっとレトロな強めな配色になってます。はい、これもあの人気のパックティーのシリーズをベースにしてますので M と L で展開されてます。 T シャツは3色ありますと、はい、であとはその、コレクションのプリントを刺繍した、あ、これプリントをこっちは刺繍で入れてますね。 T シャツはプリントなんですけどの、ニューハッタンボディですね。もともとコーポレートキャップって人気でいつもあのブランドのロゴが入ってるタイプの、刺繍コレクションバージョンということでちょっとスペシャルな可愛い後ろもロゴ入ってます。はい、こちらブラックですね。出ますと、でフレッシュサービスが以上ですね。はいはい、そうですね、ちょっと今駆け足でやってましたけども、で、もう次は、明日発売のアンライクリーです。まあ、アンライクリーの、ね、ファンの方だともう中田さんのインスタとかでもね最近はどんどんこの辺のアイテム情報がリリースされてましたけど、まあ、ドレスシャツの工場で作られたウエスタンシャツ、ワンウォッシュと、あ、中田さんの生まれ年の1977ヴィンテージウォッシュっていう名前がついたね、このちょっと時代を感じさせるウォッシュの2種類です。はい、
まあ、これもあと今日あの着用の写真撮ったんですけど、まあ、本当に形がめちゃめちゃ綺麗です。なんかああいうこうウエスタンの独特な細長でシェイプされたみたいな、ああいうちょっと癖のあるデザインは結構なくて、まあ、すごいスッキリとしてシュレットは落ち着いた感じだったので、まあ、そのギャップはすごくやっぱりアンライクリなアイテムなのかなと思います。でもう一つが、これも定番で人気で今だいぶ品薄になってきたんでちょうどリストックされましたけど、あタイムトラベラージーンズ、まあ、様々な年代のジーンズのこういわゆるこういいところを取って一つのアイテムにしたというね、これもかなり力の入ったジーンズなんですけど、こちらが、ワンウォッシュと、まあ、前回出てたのかな、まあ、今回ね、まあ、かなり個人的なおすすめだったんですけど、この1977ウォッシュってあのさっき の, あのウエスタンと同じであの、まあ、1977年の、まあ、そういうかちょっとこう色味を意識したウォッシュっていうのが出てます。まあ、もうちょっと自分でも個人オーダーしてもう早速履いてるんですけど、まあ、XL でこの感じです。めちゃめちゃかっこいいです。まあ、なんだろう、まあ、ストレートっぽいですけど、やっぱやや本当に裾口にあのテーパードがかかってて、まあ、色落ちもすごいリアルですし、まあ、あとちょっとこう、まあ、絶対見えないところであるんですけど、こ う, うちのねこういうところもなんかこういうピンクのねこう裏地使ってたりとか結構こだわっていて、まあ、あとセルビッチだったりとか、なんか微妙にこのなんだろ う, こうちょっと洗って遮光してる感じ、ちょっとこう左のこの耳がちょっとこう手前に来てるって感じとかね、細かいところなんですけどすごくこだわってます。はい、なんかちょっと定番のジーンズやっぱ探す、なんかなんだろうな、マストなちょっと綺麗なジーンズ探してる人にはもうほんとこれおすすめだったので、ぜひねこちらは一度ご試着もしてみてもらいたいですね。で、アンライクリーはですね、以上ですね、話した発売と。で、ね、ちょっとまあ、うちも今のところ週1でインスタライブやってるので、ちょっとあさっての発売のね、あの告知をちょっとさせてもらおうと思うんですけども、まあ、商品自体が入ってきてたので、まあ、こういう感じで実物であの告知させていただきます。コンバーチャックテイラー、コンバースアディクトの、アパレルラインである、チャックテイラークロージングですね。毎回ね結構そのコンバースに合う服っていうのをテーマにして、こういうジャケットなんかをね作って、ジャケットのこうセットアップとか作ってるんですけど、まあ、今回もちょっと今までとまたデザインを変えて、今回は、ウールコットン、今までは結構あの結構ドツめの張りのあるウールだったりしたんですけど、今回かなりちょっと生地感もしなやかにして、まあ、コットンも入ってるんでこうちょっとカジュアルな雰囲気で、あのパッドとかが入っていない一重仕立ての、まあ、ジャケットとパンツ作ってます。はい、まあ、意外と結構上だけで売れたりとか、まあ、下だけで売れたりっていう感じなんで、まあ、セットアップで組みたい方はぜひちょっとあさってですかね、早めに来てもらいたいんですけど、まあ、単体でもすごくいい表情ですねというのが入ります。であとがあの店舗を持たないね、あの架空の古着屋さんウィーバーさんとコラボした T シャツが2型、まあ、これもちょっと前にですかね、あの告知してましたけども、まああのまあ、古着のこう T シャツの、まあ、名前は言えないですけど、まあ、某なんかブランドから出してたそういう T シャツのモチーフをこう落とし込んで T シャツを2型作ってます。ボディはあの去年もやっていたあのチャックテイラークロージングのオリジナルのかなり温室のあるしっかりした生地を採用してます。うん、昔のコンバースの広告とかで使われてた結構あのテーマとかをね今回プリントしてますね。これも可愛い、フロントにと背中に横ドン、はい、まあ、コンバースのロゴもこうちょっとね昔のこのロゴ使ってます。まあポイントとしてあとまあちょっとこういうサイドにあの、まあ、コンバースのねあのこういうハトメがされていたりとか、まあ、ちょっとしたワンアクセントちらっとついてるような感じですね。
結構サイズは大きいんですよね。1、2、3で作られてて、まあちょっと僕はなんかもう結構こんな感じ、袖とかまくっちゃってやってますけど、180センチで僕で今サイズ3を着てます。まあ結構そのまんま着るとかなり、これも T シャツって言いながらも五分袖ぐらいにはなる感じなんで、まあちょっとこういうロールアップとかもね結構しっかりまくれるんでかっこいいかなと感じですかね。これはすみません、あさって3月10日の発売になります、はい、で、駆け足で来ましたけれども、こんな感じですかね。まあ結構系列店も含めてだいぶ、まあ、春物、まあ、やっぱりそのプラスもう夏物ですよね、まあ、さっきのあのシアージじゃないですけども、同素材で人気の素材に関してはもうショーツも作ってたりすると一気に入ってきちゃったりするので、まあ、ちょっとこのシーズン出てる夏物も、あ、ちょっとこう気になってる方はぜひ一度チェックしてもらった方がいいアイテムで、本当にショーツとかもねポツ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 売れてるので、はい、その辺もぜひチェックしていただけたらと思います。はい、って感じかな。あれ、そういえばやる一応最後、いやちょっと今一応定番ライトかもしれないけど、ちょっとイッソンの方でアイテムが1個、すいません、ちょっとお伝えし忘れました。大丈夫だね、はい、いや大丈夫ですよ全然。じゃあシアージのパックティーも入ってきてます。はい、まあ、シアージの、まあ、パックティーっていろんなブランドさんでよく出されてると思うんですけど、シアージのパックティーがですね、こう何でしょう、1枚着をもう想定して、はい、いわゆるインナーというよりはもうこうスーパーボックスなシルエット、身幅広め着丈短だけになってます、うん、ね、でお色味も何でしょう、真っ白、そうね、真っ白ではいなり、あのシャツとか、この辺とか、これとか、あ、そうですね、あの染めなしのもうオーガニックコットンで作ってちょっとこれでもまあそうだね、分かりにくいのは確かに、うん、あの漂白の白よりかはこうちょっとオフなカラーですね、はい、オイルになってますので、まあ先ほどありましたブラウン系のパンツであったりとか、あとはなんか変な話ちょっと汚れじゃないですけど通常のものよりも真っ白より目立たないかなと思うので、これが、パックティアの2枚組、はい、2枚セットのものになってます。で一応2種類ありまして、こちらがショートレングスのタイプ、はい、でもう一方が身幅肩幅は同じなんですけどロングレングス、大体10センチぐらいですかね、長さが短い長いというの2種類、はい、ございますので、まあ、なんかこの身長だったりとか、まあ、タックインするしないみたいな、ちょっとそういうので使い分けていただけるような作りになってます。はい、すみません、ちょっとご紹介してしまったので、俺もなんかさっきチラッと見てあったと思ってもうちょっとなんか気づかなかったまあまあ大丈夫、滑り、はい、滑り込みセーフで、こちらもございますので、はい、一緒にご覧になってみてください。かしこまりました、はい、大ボリュームだったんでね、はい、まあ、あとはちょっとアーカイブで見てもらったり、もちろんねお店に来てもらって、まあまあお店に来たことあるかだったら分かると思うんですけど、まあステアワイズもステアワイズイーストも非常にご近所なので、まあ一緒に回って、はい、見てもらえますので、スタンプラリーしていただいて、はい、ぜひスタンプラリーしてもらって、はい、っていう感じですかね。はい、はい、じゃあちょっとあとは少し明日の準備をして我々も帰ります。はい、はい、ではじゃあ今週のインスタライブこれにて終了いたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。